オーリッ家の戦いは1139年7月25日にポルトゥカーでクアフォンソ・エンリケスと村人町との間に起きた戦い。戦場はポルトガル南部のオーリー機構外であると言われているが、正確な位置は不明。キリスト教軍側は数の上で大幅に劣っていたものの、村人町は内部の分裂によって弱体化しており、 ポルトガル軍は5人のモーロ人の王を戦死させて、大勝したという。ポルトガルの国旗にある5つの青い盾は、この5人の王への勝利を表しているとされる。この戦いの後アホンソ・エンリケスは、ラメー語において、貴族たちを招集し、ラガ司教より大官を受けて、ポルトガル王アホンソ一世として即位し、カスティー・リアレオン王国からの独立を宣言した。この戦いは、 ポルトガルの国民意識と結びついて伝説化され、戦いの前にアフォンソの前に聖イヤコブが現れて勝利を約束したなどの奇跡があったとも言われる。とも呼ばれていた。戦いのあった7月25日は聖イヤコブの祭日でもあった。また、現れたのは聖イヤコブではなく聖ゲオルギウスであったとか、イエス・キリスト本人であったという話もあるが、 似たような話はスペインにもあり、それを元にした創作であろう。ありがとうございます。